はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回はヤッターマンをネタにまたお送りしたいと思うんですが、今映像流れてるのは以前僕が動画にした超信号機のヤッターワンなんですが、今日登場するメカはこちらのヤッターキング。放送当時に発売されたタカトクトイスの合金製トイで、もう一つこちらのヤッターゾウ、これねご覧のように両方ともジャンク品なんですが、このちょっと壊れかけのおもちゃたち、この2体で遊んでみようと思います。このコーナーはロボラボジャンク玩具道と言いまして、僕がちょっとお手頃価格で手に入れたジャンク品のおもちゃたち、それをねシックハックしながら遊んでる姿を皆さんに温かい目で見守っていただくという趣旨のコーナーです。さあじゃあまずはヤッターキングの方から、どこが壊れてるのかわかるかな。ここ可動式になってて、ちゃんと中で演奏しております。ここちょっとゆるゆるなんですけども、こういうのはね、いいとして、でもちろん箱もないし、付属品も欠品しております。3000円ぐらいでこれ買ったんでね。でちょっと残念なのがここの頭のここなんですけど、これねもともと壊れてたんだっけかな。あと肩についてるはずの旗のパーツも欠品してます。ここはジャンク品はね結構ないですよね。あとは結構メッキが剥がれてたりとか、残念な部分が多々見受けられますが、でも可動部とかは割と死んでないんですよ。これミサイル欠品しちゃってますけど、本来はこうやってね飛ばせるようになってたのかな。説明書も何にもないから僕どういう風に遊ぶのかいまいち分かってないけど、とりあえず殺走行も可能と。そしてこっちがヤッターゾウですね。ご覧のように耳が片耳しかないです。でもこれジャンク品で、耳、片方でも生きてるっていうのは稀かも。ジャンク品は結構耳とか鼻が壊れてたり、あとこの前足の部分、このパーツ丸ごとなくなってるっていう個体は結構見受けられます。でもこれもジャンク品にしては高かったけどね、1万円超えちゃってるんだけど、でもその分ちゃんと鼻が壊れずに生きてるという。これ中にチェーンが入ってて、でスプリングでそれを引っ張ってて、だからこうやって鼻をね自在に動かすことができるようになってるんですよ。これ中のスプリングが引っ張ってね、緩くならないようにしてるんですけども、このね節の部分でそれぞれ稼働させることができます。とりあえず片耳だからね、こっち向きで置いといた方が見栄えがいいかな。そんなわけで今回も両者なかなかのジャンク具合ですけども、ジャンク品でもいいから見せてくれっていう方もいらっしゃるんでね、ぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターもやっております。フォローまだの人はぜひ。じゃあこの後はいよいよギミックなどで遊んでいくよ。この手のとこはなんか握れるように見えるけれども、特に握らせるパーツはないんですよね。これ壊れてるわけじゃないよね。あとは足の部分の可動ですけど、ここはクリック式になってて、おクリックまだ生きてるね。で後ろ足もこれなかなか動くんですよ。膝のところも可動するし、これもうちょっと前に曲がるかな。行くぞ強いぞ負けないぞヤッターキング、関節壊れてなくてよかったね。これお持ちの方はわかるかと思うんですけど、このヤッターキングとヤッターゾウは分解するのも結構大変で、だから壊れてたら直しづらいんですよね。よし、じゃあ続いて今回の僕のお気に入りギミックなんですが、これ口の部分がこうやって開くようになってて、中に見えます、これはしごがあるの。これをこうやってね引っ張り出すとベルの音がするんですよ。これだけのギミックなんですけど、正直僕楽しんでます。なんだか何回もやりたくなっちゃうんだよな。でもここも壊れやすい部分かもしれないね。気をつけないと。じゃあ後半はヤッターゾウに持ち替えて遊んでみようかな。
まあ、この像がまたキング以上に立体化がまああんまりないんだよな。だから中古の相場でもこいつの完品とか結構な値段するよね。で、耳もほんと壊れやすいから要注意なんですが、回転が可能となってます。もうほんとね、怖いよ。あとは関節の可動としまして、まあ、まず首の部分、これ左右に回転可能。あと前足の可動、これは付け根の部分でこうやって回転できて、あと後ろ足っていうかクローラーがこのように、ここクリックがちゃんと入ってるんですけど、まあ、立たせた感じにしても大丈夫。で、紛失が多いと言っていたこの前足のパーツはスプリングで発射が可能。まあ、結構勢いあるね。これはなくしそうだよ本当に。で、あと特に収納するものはないんだけど、この胸の部分のハッチが開閉可能になってます。まあ、本体以外の付属品が何にもないんだけどね。まあ、でもここの中に入れるものももともとついてなかったんじゃなかったっけ。で、鼻にはまだ特徴がありまして、この先端に磁石が仕込まれてます。だから、まあ、あんまり重いものはつけられないけど、一応本当は付属品として、まあ、果物とかバナナのプレートがついていて、でそれを鼻にくっつけて、まあ、当時の子供たちは遊んでいたんでしょうね。あと他に本来の付属品だと、まあ、ヤッターマン、アイちゃんとガンちゃんのフィギュアが、まあ、ここに載せられるぐらいの大きさのやつが、まあ、付属していたはずです。で、このシート部分、この尻尾を上に持ち上げることでこうやって飛び出すようになってます。まあ、ただここに2人のフィギュア乗っけてたら大変なことになりそうなのは、まあ、想像がつくよね。ちょうど2人乗せられるぐらいの大きさのフィギュア、多分実家に何かしらあると思うんだけど、すいません、今回の沖縄出張に持ってくるの忘れてました。あとこのレバー、ちょっと遊び方わかんないんだけど、こうやって弾くとなんかベルの音がします。これ大丈夫かな、壊れてるのかな。まあ、これ遊んだことある方の情報を求む。まあ、大きさ両方ともだいたい同じくらいで、まあ、ちょっと並べるにはちょうどいいサイズなんですけれども、長さを測ってみようかな。まあ、だいたいね、両者、まあ、11センチとか、まあ、像も、まあ、胴体だけで言ったらだいたいそのぐらい、11センチとか。まあ、いずれも21世紀になって、まあ、完成品の遊べるおもちゃってのが、まあ、ちょっと発売恵まれてない2体なんですよね。まあ、過去にユニファイブあたりが出してくれてたらね。まあ、じゃあちょっと少しここで他のアイテムもってことで、まあ、これがトレーディングフィギュアですかね。まあ、ちょっと小さいですけど、ヤッターキング、こんなのも出てましたってことで。まあ、このシリーズでもさすがにヤッター像は発売されなかったんだよな。まあ、PVC 製で、まあ、これはボックスで売られてたのかな。まあ、こんな感じでさすが現代のアイテムだから小さいけれども、まあ、細かいところまで再現されてるかな。まあ、今見るとちょっと分割線が気になるけれども、で、まあ、こいつのこの旗の部分なんかを、まあ、流用して、で高徳の方のさっきのヤッターキングに使えないかななんて思ったこともあるんですけど、まあ、ちょっと小さかったね。バンダイさんがかつて発売したタイムボカンメカコレクションっていうトレーディングフィギュアのシリーズで、で、まあ、ヤッターマンのメカからはヤッタードジラとかヤッター横綱なんかもラインナップされててね、結構いいシリーズだったと思うんだけど、このヤッターキングには付属物としてこのメカの元と、あとね、クリアだからわかるかな、これヤッターブルですね。このブルも当時もの以外だとなかなか立体物ないよね。まあ、このバンダイさんのシリーズが第2弾までしかなかったんだけど、まあ、もし第3弾があれば、まあ、ブルとかゾウも来たかもしれないね。まあ、今回こうやってヤッターキングとかヤッターゾウを取り上げた理由としましては、まあ、最近のホットなニュース的にバンダイさんが SMP でタイムボカンシリーズのメインメカたちを今回取り上げることになったじゃないですか。
まあ、ちょっと僕が予想していたものとは違うものなんですけどね。なんかタイムボカンシリーズのメカたちが合体してロボットになるみたいな、そういうアレンジがされてるんですが、まあ、僕本当はこういうヤッターキングとかヤッターゾーあたりを、まあ、普通に立体化してくれるだけでもよかったんですけどね。まあでもバンダイさんのあの SMP、 僕がちょっと前に取り上げたいただきマンのカブトゼミなんかもラインナップされてて、であれなんかちゃんと変形するみたいなんですよね。そんなバンダイさんの新作にね、皆さんどんな感想を持ったか、まあ、その辺もコメント欄でまた読まさせていただけたらなと思います。さあ、じゃあ次回動画は、まあ、そろそろお絵描きでもしながら、まあ、この何回かの動画で皆さんからいただいたコメントもね、ちょっと読み直してみたいななんて思ってます。まあ、ロボラボラジオ的な感じでお送りできればなと思いますので、まあ、ぜひまたお付き合いください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。